エルザレトゲームチャンネルへようこそ。今回は寄付進行が終わっても大丈夫、元素専門家アチープメントゲット方法まとめとなります。寄付進行でアチープメントがゲットしやすい環境でしたが、忘れていた、もしくは取り忘れていたという方のために今回はまとめて紹介したいなと思います。まあ、全部通常プレイでゲットできますからね。で、原石集めをする上ではこのアチープメント集めっていうのは後半とても大事になります。なので集め切りたいところですね。で、今回紹介する内容なんですが、基本的に敵が弱くなる可能性がありますので、まあ、しっかりと装備の調整をして元素反応で倒せるように最低限の調整をするようにしてください。それでは早速紹介していきたいと思います。まず最初はおとなしく仕上がれについてです。こちらの条件は10秒間以上の凍結状態となります。これをするには神経螺旋の2層2冠がおすすめです。で、こちらに関してなんですが、足場が常に水浸しなので攻略がしやすくなってます。で、キャラクターはガイアで大丈夫ですね。で、凍結時間に関してなんですが、10秒維持しないといけないんですけど、この凍結という効果がだいたい 4.9 秒ぐらいとなってます。で、ガイアの場合5秒ほどで回復しますので、元素スキルを即発動するのが一番いいところとなりますね。で、人によってなんですけど、祭礼の剣などを装備して2回発動できるようにするのがいいかなと思います。ただし火力が高すぎると敵が溶けちゃいますので、装備は弱くしておくっていうのは忘れてないでください。続いては風と共に去れになります。こちらの条件は2秒間に氷、水、炎、雷の4種類で拡散反応を起こすというものになります。場所は最小の谷近くの塔になります。キャラクターはスクロースで十分です。塔の中に入ると4体のスライムがいます。頭の上にそれぞれ属性マークがついた状態でスキルを使うと達成することは可能となります。続いては白い季節です。こちらの条件は2秒以内に4体の敵を凍結するというものになります。場所はモンドのセシリアの苗床でできます。キャラクターに関してはガイアかリオナでできますね。で、ここに関しては水スライムが多く出るので4体集めて氷スキルか爆発を発動すると成功しやすくなります。で、コツとしては4体を周囲に集めるっていうのが非常に大事ですね。続いては低温よりも電池の減りが早くなるとなります。こちらの条件は2秒以内に4名の敵を超電導反応で倒すとなります。今回は倒すとなってます。で、場所に関しては神経螺旋の1層1までできます。キャラクターに関してはリオナかロサリアで可能となります。超電導反応で倒すことが条件となるので元素熟知は必要になります。元素爆発なんですが、発動した瞬間当ててしまうと倒す可能性がありますので、少し後ろめに下がって元素爆発を使うっていうのが重要となります。その円形に入れるっていうイメージですね。これで発動をすることが可能となります。芸術は点々だ。こちらに関しては2秒内に4名の敵を火吹く反応で倒すというものになります。こちらも場所は同じですね。神経螺旋の一層一間になります。キャラクター自体はシャンディンとベネットで行うことが可能です。で、これに関してはどちらも爆発を使用して倒すんですが、若干操作方法が変わります。シャンリンの場合はスライムを近づけて爆発を使う、なので自分から近づいていく感じになりますね。なんですがベネットの場合は爆発を当てずに発動して雷スライムを足元の円に誘い込んで元素反応を起こさせるっていうものになります。結構待ちの時間っていうのが出てくるんですよね。で、どちらとも通常攻撃はしないようにしておいてください。また熟知が200以上あると倒しやすいっていうのはありましたね。続いては2回壊さないととなります。こちらの条件は2秒以内に4名の敵を妖怪反応で倒すとなります。場所はモンドの忘却の峡谷、表層の祭壇1ですね。こちらですることになります。で、キャラクターに関してはチャンリンとベネットになります。で、この場所を選んだ理由なんですが、氷スライムしか出ないっていうのがいいところです。で、シャンリンの場合はスライムを近づけて爆発を使うっていうのは大丈夫です。
で、ベネットがまたちょっと変わるんですけど、当てずに発動して、まあ、氷スライムを足元の円に誘い込むっていうのが重要です。誘い込むことに成功したら元素スキルで一気に倒すっていうことで、こちらのアチーブメントは達成することが可能となります。続いては落ちるような声ほどの衝撃となります。こちらの条件は2秒以内に4名の敵を感電反応で倒すとなります。場所はセシリアの苗床の連部秘境1となります。キャラクターはリサで十分です。セシリアの苗床の連部秘境1に関しては水スライムだけが出現してきます。なので達成しやすいんですよね。で、方法としてなんですけど、基本的にリサのスキル長押しで広範囲攻撃ができます。なので多少攻撃に耐えれるように4体近づけて発動するっていうので、こちらの感電を達成することは可能となります。続いては青草爆弾独管花火となります。こちらの条件は4体の敵を2秒以内に烈火薬反応で倒すというなります。場所は聖雷島の熟練の庭、レベル1で十分です。キャラクターは草は主人公とコレイ、炎はトーマとシャンリンで行います。こちらでは5体のスライムが最初に出てきます。ザ元素キャラクターのスキルで開花を起こし、これに対して炎キャラクターで烈開花を起こせば成功します。続いては超開花サーカスです。こちらの条件は4体の敵を2秒以内に超開花反応で倒すとなります。場所は聖雷島の熟練の庭1で十分です。キャラクターは主人公とコレイで、雷に関してはリサとクキシノブで十分です。先ほど同様に水スライムが出てきますので、主人公とコレイで開花を起こします。で、この後リサとクキシノブで超開花反応を起こせば簡単にまとめて倒せるっていうものになります。こちらで達成可能となります。最後は熱光学迷彩となります。こちらの条件は原撃か超撃か草撃かトゥルーパルスを利用し、プライマル構造体のインビシブル状態を3秒以内に2体以上解除するとなります。内容は非常にややこしいんですが、要は透明化したら激化を当てるという感じですね、になります。で、こちらに関しては場所は重要で、まずキングデシレットの霊長入り口ですね、こちらに行きます。で、ここには2体いるので条件が狙いやすくなりますね。キャラクターは草元素は主人公かナヒーダでいいです。で、雷に関してはリサか国星ですね。とにかく複数に攻撃できる範囲持ちが便利です。で、方法としてなんですが、まずインビジブルモードになるのを待ちます。で、この状態になった時に草元素を付着させて雷キャラクターの範囲攻撃を当てるようにしましょう。これ先に草元素つけてたりするとうまくいかない時があったので、後でつける、透明になってからつけるっていうのがいいです。で、国星がいれば国星の方は爆発の方が当たりやすいですね。全体攻撃になるので国星は爆発をおすすめします。で、ここで倒してしまうとやり直しが翌日になりますので、生物は外してやるようにしてください。で、こちらのアチーブメントのみ1回の達成でクリアとなりますので、他のアチーブメントのように複数回するということはしなくて大丈夫です。はい、ということで今回ここまでとなります。ご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。